型症合成法とは、科学の技法の一つで、分子をビーズ状に連結させ、反応主薬の溶液中に入れることで、合成反応を段階的に行う方法である。液層中で行われる、通常の合成法と比べると、生成物から余分の反応主薬や、複製生物を除去しやすい。この方法では、ビルディングブロック分子は、 反応可能なすべての官応元を保護される。そして、ビルディングブロック分子と反応液分子の想定される、反応に関与する相互二つの官応元だけが脱保護、されているように制御される。この方法は、ペプチド、デオキシリボ核酸の合成に利用され、ある分野においてはそれ以外の分子の合成にも利用される。近年、この方法は、 コンビナトリアルケミストリーの方法の一つとしても利用される。型小合成法のステップ型小合成法の基礎法では、二つの関能元を持つビルディングブロックが使用される。ビルディングブロックの一方の関能元は保護器により保護されるのが普通である。そして、ビルディングブロックがビーズに連結させたものが合成の出発物質となる。それは保護された。 ビルディングブロックの溶液をビーズに加え攪拌する。ビーズとビルディングブロックとの反応が完了したら溶液を振り切りビーズを洗浄する。そして保護器が除去されたら上の反応ステップをに戻り繰り返す。すべての合成ステップが完了したら合成された化合物をビーズから切り離す。もしビルディングブロックに2つ以上の化合物が含まれている場合、多小合成法では ビーズ状のビルディングブロックの脱保護の前段階で、次のステップが追加される。ビーズ状に官能元が残存しており、それが脱保護に反応しない場合は、第3の保護家を導入することで次の脱保護条件で保護されるようにする。またこの段階で導入したビルディングブロックが欠けているものが複製生物にならないようにこの段階を完結させる。 付け加えるならば、このステップを付け加えることで、ビーズから乖りさせた後の生成物の生成が容易になる。メリフィールド型症合成法、ノーベル科学賞受賞ペプチド合成においては、型症合成法が一般的に用いられる。ペプチドは、アミノ酸素のカルボキシ元側から網の元側へ合成される。これは、リボソームでの生合成とは逆方向である。 ペプチド合成では、網の元が保護された網のノ酸が、ビーズに連結され、共有結合で、レジンとカルボキシモトとが結合している。網の元が脱保護され、次の段階の網の元保護網のノ酸のカルボキシモトと反応させられる。ここまでで、ビーズ上には2つの網のノ酸のペプチドが連結していることになる。このサイクルを繰り返して、望みのペプチドを得る。 すべての反応が完結したら、合成ペプチドをビーズから切り離す。このペプチド型症合成法においては、網の元の保護器として旧フルオレニルメチルカルボキシ、元や T、ブチルカルボニル元が使用される。フマック器は塩基性条件下で、バック器は酸性条件下で除去される。デオキシリボ核酸は型症合成法でも合成される。 DNA はフラスコ中で合成されることもあるが、科学法では DNA 合成装置が通常使用される。DNA 合成装置の DNA 合成法は、片証合成が基礎となっている。つまりこれも合成にビーズが使用される。ソリッド、フェーズシンセシスオブ N、アミノアシッドアメイズドニエスアーマラット EV& ユージーン V。 バブブ・アーキベック・ピアニッシュも172から1782000を訪問。ありがとうございます。